はい。それでは、皆さん、こんにちは。えー、本日はお忙しい中、初学コースの3月入学説明会にご参加いただきまして、ありがとうございます。えー、私は、えー、水墨画を担当します、塩見と申します。よろしくお願いいたします。そして、あ、書を担当します、桐生ゅ介です。よろしくお願いします。だいぶ、世の中、世間が春めいてきて、なんか新しいことを始めるのにね、なんか気分が、 あの、うん、あの乗ってきそうなあそんな感じになってきましたね、はいえー。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではここから書画コースのコースの特徴というのをお話ししたしていきたいと思います。まずはですね、この書画コースというコースで一番重要視するまず基本となるのがこの書が道元という言葉。これをまず大切にして。 えー、書画を学んでいただき同源と,、まあ、というのはもともと中国に古くからあ,ある言葉なんですけども、えーまあ、簡単に言えば書というものと水墨画というものは本来切り離すことができない非常にです、ね、密接な関係にあるということを意味しています。それで書画コースではこの考え方を大切にして 書画のですね、新たな芸術表現を創造していくということを目標にしています。ですから、えー、書と画というのをですね、関連づけながら学べる教育機関というのは、他には今ないんですね、この書画コースだけになっています。で、まあ、よく質問があるのは、2つ学ぶと、学ぶのって大変かなと思っている方もいらっしゃると思うんですけども、両方ですね、学ぶことによって、必ず 新たな発見があると思いますですから、書しか学んだことがない方、また水墨画しか学んだことがない方、そしてまた初めからです、ね、どちらも学ぶ方という方に対しても、充実したです、ね、内容を用意しています。ではもう少し具体的に内容を見ていきましょう。コースの特徴としては3つあります。 はい、これ、1つずつ見ていきたいと思うんですけども、まずは、書画に関するさまざまな分野でですね活躍されている先生方によるまあ専門教材ですね、まあ、動画もテキストも含めて、ですねこれを書画コースで作成しました。これはですね、まあ、本学オリジナル教材なので、基本から専門性までですね知識と技術を学ぶことができます。またですね皆さんも 初夏にです、ね、24時間時間を使っている、えーね、使える方って少ないと思いますので、まあ、その通勤時間であったりです、ね、まあ、家事とか育児とかで,です、ねえー、なかなかこうじ、えー、時間がです、ねえー、うまくう作れない方もです、ね、この隙間時間というのを有効活用していただいて、自分の生活スタイルに合わせるです、ね、またスタイルを崩すことなく、書画を学ぶことが可能だと。 いうことですそして、えー、初学者でも、えー、取り組みやすい本学のオリジナルテキストで学んでいただくということです。そして、動画教材では高品質な映像教材を活用してですね、まあ、いつでも場所を問わずに学習できるというのが非常に特徴的じゃないかなと思います。またですね、動画とかテキストだけではなくですね、 演習科目というのがあるんですけれども、そちらでは、えー、導入動画に加えて、ライブで,です、ね、配信を行った公表なども行ってです、ねまあ、きめ細やかな添削指導で、まあ、一方通行じゃなくてです、ね、双方向性のある学びを実現することができます。はい、それで1年間の学費は30万円ということで、まあ、これはです、ね、完全オンラインという。う この手のの手ひらまたあ、京都芸術大学の通信教育部は、文部科学省に認可された正規の4年生大学ということで、えー、まあ、初学者の方から経験者までですね、えー、初歩から学べるカリキュラムということと、まあ、1年生から入学した方、3年で編入の方もともにですね、 4年生大学の卒業の資格を習得することができます。はい、えー。それではここからですね、講師の先生方を簡単に紹介したいと思います。えー、こちらの先生方は、まあ、テキスト執筆であったり、また動画教材にも参加していただいております。えー、1人目はですね、クイセコ博寿先生、えー。それからリコー先生。 そして天野和夫先生、続いて遠藤正弘先生、河内俊治先生、そして宮村元先生、まあ、このようなですね、えー、まあ現役で非常にこう活躍されている先生方に指導をしていただくということになっています。 え次にですね、書、え、画、ー、コース、こんな方々の挑戦を後押しということで、書、ま、画、あ、コースということで、ですね、まあ、例えば、書家だったり、水墨画家と,いうとしてですね、活躍するということため、言、え、う、ー、だけではなくですね、さまざ、あ、まな挑戦を後押ししていきたいと思っています。例えばですね、えー、自分の好きなこと、新たなチャレンジするための充実した時間ですね。 例えば、炭の香りに包まれた時間で、まあ、心を落ち着かせると、まあ、そういうことを体験できるのも、おまあ、書画のお特徴ではないかだと思います。次に、まあ、これまでですね、えー、書画を学んできたことに対してですね、さらに学習のステージを上げてみたいという方もいらっしゃると思います。えー、そんな方はです、ねまあ、経験者も基礎から もう一度こう体系的に書画を学ぶということで、まあ、技術だけじゃなくて知識ですね、えー、それの両面のスキルをアップすることができます。さらにはですね、えー、書画を通して自分の内面と向き合うと、何かを表現する、そして書画と向き合う中で自分の心ってどうなんだろうということをもう一度気づく。そして、 何かこう夢中になる時間っていうのを持っていただくことができるんじゃないかなというふうに思っています。はい、では学び方ですけども、学び方には2種類あります。左側のですね、スクーリング科目というのと、右側のテキスト科目というのがあります。で、こちらはですね、えー、パソコンもしくはタブレットからですね、ウェブサイトと、 いうのがありまして、それを AIU というふうに言いますけども、まあ、あそこで、えー、学習に関わるすべてが、ここで、まあ、完結させることができるということです。えー、AIU って何なのと、分かんないという方もいらっしゃると思いますので、この AIU に関しては、後ほど少し、えー、具体的にご紹介したいと思います。そして、左のスクリーリング科目ですけどもお、動画教材から実践的に書画の制作に取り組むと。 いうことと、テキスト科目というのは、オリジナルのテキストや補助教材をもとに学習を進めていただくということです。これももう少しこれから具体的にお話しできると思います。はい、じゃあ、ここからスクーリング科目の内容をもう少し見ていきますね。えー、まずはです、ね、右側の学びの流れというところを見てください。 えー、これ、スクーリングというとですね、皆さんおそらくなんか対面授業を想像される方が多いかもしれませんけれども、この初学コースというのは遠隔授業ですので、まあ、その遠隔という利点を生かしてですね、新たなスクーリングの授業を提案しています。例えば、導入動画を見ていただき、その後に動画教材ですね、実演などを見ていただく、そして作品課題の初回提出ということで、 え、初めの提出をしていただく。そして、その真ん中に全体公表の閲覧ということで、これ中間公表というんですけども、一度出していただいた作品に対して全体の公表を行う。そして、それを閲覧していただいた、もしくは、視聴していただいた後に、もう一度最終提出というのを出していただく。そして、採点総括というふうに、まあ、2段階で学べるということが、 あーこの小学校のスクリーリングの特徴的なところだと思います。で、もう一つはですね、えー、テキスト科目というのがあるんですけども、テキスト科目というのは T ということなんで、えー、まずはこう、それぞれのテキストがあるわけですけども、テキストには2種類あって、TR 科目というテキストレポート科目と TW 科目というテキストワーク科目があります、まあ。テキストレポートということは理論ですよね。 理論的な提出物ともう一つは TW 科目、ワークなんで、まあ、実技ですね、実技の提出物があるということです。まあ、これを見ていただいても、まあ、技術だけじゃなくて知識もちゃんと学びましょうというのがこの T 科目の大切なところだと思います。続いては学び方ですけども大きく分けて、初学コースでは基礎、応用、発展というふうに分かれています。 えまずはですね、えー、書、画、どちらもですね、まあ、古典の臨書、水墨画では臨者と言いますけども、それから始めて、まあ、各自がどんどんこう政策に進んでいくというふうな流れになります。でここで大切なのが、基礎応用から、今度はですね、えー、発展というところに移るんですけども、基礎応用のところでは、書が共通というふうに書いてありますね。 で発展になると、書が選択という言葉が見えてきます。どういうことかというと、この発展に移ったときに、えー、基礎応用では書が両方を学ぶわけですけれども、この発展になったらですね、どちらかこう専門を選びます。私は書で、えー、専門を進めたい、水僕画で進めたいという方がいらっしゃると思いますので、えー、それで、えー、進めていくと。そのときに選考届というのを出して、 まあそれがまあ卒業政策につながっていくというような流れになっています。はい。そして、卒業までに学べることということですけども、まあ、ステップ1、2、3、4というふうにありますけども、おまずですね、えー、初夏の基本となる表現をしっかりとこのステップ1、2で学んでいくんですけども、それと並行してですね、こちらにテキスト科目というのがあると思います。その中で、 書画道言、書画論、素材と表現、余白論というようなこの理論を,です、ね、を学んでいただいて、重要なのは技法、技術と知識の両面で学んでいただくということですね。これ、非常にこう大学で書画を学ぶ上で重要なところじゃないかなと思います。はい、そして、ステップ3になると、まあ、基礎基礎というふうになことで終了するわけではなくて、基礎から今度は継続して、 えー、それを学びつつも、今度は各自が創作に向けて学習を進めていくということです。そして、ステップ4になると、さらに専門性を深めるために、えー、書・水墨画に分かれて、卒業政策へと向かっていくと。このようなあ学びになっています。はい、えー。これが具体的な学びのステップですね。はい。ですから、初めからこう臨書、臨床という古典を学ぶところがありながらも、 ステップに従ってですね、いろいろなこう書とデザインとかですね、水墨画の抽象表現とかですね、まあ、いろんなことをこう幅広く学ぶことができ、そこから何に興味を持つかということが重要かなと思います。はい、それで先ほどのこの AIU という話をしましたけれども、おまあ、初学コース、完全遠隔コースなので、学びを進める方はですね、この不安。 があると思うんで、少しこの AIU を説明したいと思いますえ。入学されるとですね、個別にログイン ID とパスワードというのが発行されます。で、それを入力すると、お学習用のウェブサイトですね、AIU マイページというのに入ることができます。次のこんな画面ですね。これが皆さん、手のひら芸大、皆さんのキャンパスになるわけですね。ここには学習をサポートする様々な機能がありってですね、学習ガイド、それから質問フォーム、 現在の単位数とか、シラバス、教材ボックスの補足資料などですね、まあ、言ってみれば、このマイページにすべての、えー、ものがこう詰まっているということです。だから紙で資料がどこにあったかなって探す必要はなくて、ここに入れば、ですね今の皆さんの学習状況が分かるということですね。はいまあ、これを見ていただくと、まあ、大学生活が少しこうイメージしていただけるんじゃないかなというふうに思います。 そしてもう一つ紹介したいのが、あの昨年、2022年からです、ね、新たに開設された AIU コミュニティというえアプリですね。えー、こちらは、初学コースに関するお知らせとかですね、えー、例えば学生同士の交流の場を提供しているということです。で入学後は、えー、ここにまあログインしていただいて、お互いに交流を深めることができるんですけども、どういうことかというと、例えばですね、 この2つ、ニュース・シ学コースとシ学コースというのがあるんですこれはまあ公式のコミュニティということですね。ですから、これは事務局側がです、ね、一応管理してまして、ニュース・シ学コースはまあ一方的にこう展覧会情報とか、事務局からのお知らせとか、ということでコメントができないんですけど、右側のシ学コースというのは、学生同士が自由に意見交換ができるようなものになっています。 さらにはですね、公式のコミュニティ以外にでもですね、個人がこういうふうに解説することができるんですね。情報交換コミュニティとかですね、初、え、学、ー、コースメンバーによるダベ,リダベリバなんていうのがあって、まあ、ここになるとすごくこう自由に皆さんですね、発表されたり投稿されたり、まあ、最近こういう作品を作ってますよみたいなものだったり、こういう悩みがありますよとか。 皆さんどう考えていらっしゃいますかいろんな情報をここで交換できるということですね。はいえー、もう少し具体的に見てみましょうか。ねえー、これだと左側ですね。えー、再度前輪、祖職の講習漢字機士官ということで、えー、この大学に入って以前はそんな興味のなかった祖職に最近面白さを覚ええー、臨床しているうちに結構気に入ったのができて、えー、今度、 する予定の師私は、えー、主催のあ、あ、師匠に見せたら、結構ええのちゃうかとおっしゃって、えー、この大学の小学コースのおかげでございます、感謝、えー、みたいな言葉とかですね。右側だと、先生へ中間公表の感謝ということで、えー、昨日、京都、初が3の1、初が3の2の中間公表、とても学びがあり、最終提出に向けて意欲が湧きました。1日目桐生先生 2日目、塩見先生、皆さんお疲れ様でした。皆さんの作品が見られたことも、とても学びが大きかったと思います。書では、とても大胆にアーティスティックな表現をされている方がいらして、ハッとしました。本日の水墨画については、とてもポイントがよく分かり、最終提出につながりました。写真は前回の課長画の提出作品です。あの画像は残してありますが、気に入ったの,ったので、 本物は学装しました、2日間、休日中にもかかわらず、感謝いたします、お疲れありませんように。など、こんなふうなコメントを残されていますね。で、これもですね、皆さんが皆さん、このコメントを出すというよりも、見ればですね、ここのハートマーク、いいねというのを押してあげると、読んだということになりますし、非常にこうコミュニティが深まっていくと思うんですね。 そしてもう一つはあ、紹介したいのが、これね、学生主体で制作された AIU コミュニティの勧めというものです。どういうことかというと、まあ、うさぎと亀が会話しながらですね、AIU コミュニティの魅力を解説するんですけども、まあ、なぜこれが生まれたのかということなんですが、それはですね、この諸学コースにとって重要な交流の場が、この AIU コミュニティだからですね。 でも多くの方がおそらく、いや、でも自分はパソコン苦手でという方が多いはずなんです。その時に、このですね、AIU コミュニティの進めというのが、まあ、指南書になるわけですよねえ。ログインってどうしたらいいのとか、いいねってどうして、どうやったらいいねを押すことができるのとか、まあ、いろんな、こう、初歩的な悩みがあるんですね。それが、こう、なかなか解決できないから、コミュニティに参加できないという方が多いんですけども、そうではなくて、 えー、皆さん、ぜひです、ね、このコミュニティを使いましょうということでいろいろとです、ね、解説してくれるわけです、うさぎとカエルがですね。ですから、えー、この初学コースの遠隔コースだからといって、決してこう孤独に1人で勉強するということではなくて、みんなで楽しみ、そしてです、ねえー、不安だったり、そういうことを励まし合いながら学びを進めることで、充実した学生生活が送れると思います。 はいじゃあここまで説明しまして、ここからはですね、2022年度の京都芸術大学の小学校の特別講義の話を桐生先生の方にしていただきたいと思いますので、ここでバトンタッチしたいと思います。桐生先生、お願いしまーす。じゃあ、えー、ここからあ桐生が始めたいと思います。でですね、えーまあ、あの2022年度、まあ、去年度ですね。 えー、京都芸術大学、初学コースの特別講義ということで、ですね、えー、年4回を予定してるんですけれども、まあ、うまく春、夏、秋、冬と、まあ、4期に分けてですね、えー、講義ができたということです。で、まあ、春なんか、あそれぞれ、えーまあ、博物館ですとか、まあ、美術館のような、まあ、あのところでお勤めの学芸員の先生ですね。 にまあ、講師になっていただいて、それぞれ、えー、その例えば春にやっている展示だとか、秋にやっている展示、まあ、そういうものと関係させて、えー、その時代の、まあ、書だとか、画だとか、まあ、そういうものについて学んでいくというような講義になりました。でですね、えー、これ、えー、冬季、えー、日大和子先生、えー、ですね。 えー、東京のギャラリーで、ルート系コンテンポラリーというあの現代美術のギャラリーがあるんですけれども、そこで、まあ、あの生誕110周年、肥大南国という人の、えー、展示があったんですね。で、これですね、えー、その特別講義の様子、ちょっと見てみますと、いつもはですねあのこういうふうにズームを通して、ですね、えーまあ、遠隔で、えー、講義するんですけれども。 これ、えー、今年の、まあ、1月の28日ですから、まあ、割と、えー、最近ですよね。えー、ここで、えー、この場合はですね、えー、現地、東京まで私行きましてですね、で、このギャラリーを場所にしてですね、えー、その場で、えー、抗議していったという感じになります。で、この肥大南国っていう人は、あのえー、現代書道、 をについて考える上です。非常に重要な作家なんですね。で、この肥大南国のお父さんが肥大天来っていう人です。肥大天来。で、その肥大天来の子供さえ子供が南国。で、お孫さんが和子さんになるんですね。で、和子さん、えま、ー、あ天来書院っていう書道を勉強してる人だったら。 あのよく聞く書店があるんですけれども、まあ、その天来書店の、まあ、社長、えー、社長は今、変わってますから、えー、元社長ですよね、えー、をされてたあ方になります。で、まあ、左、えー、南国の、まあ、研究家でもありますし、いろんなことを、えー、お知りで、資料もたくさんお持ちなんですね。で、この展覧会、えー、生誕110周年記念展の、えー、展示も企画されて、このように展示されたと。で、こういうふうに展示見てってですね、 実際、午前中にですね、小学校の学生のリアル、対面でね、授業をしてですね、その後その学生たちと一緒にこのギャラリーに行ったんですけども、十数名ですね、学生と一緒にこのギャラリー行きまして、実際、この南国のね、作品など見ながら講義していったという感じですね。で、これ、撮影しての、これ、僕ですね、真ん中で。 で、この作品見ながら。で、実際はこのカメラ持ってるもんですから、これってで。で、カメラで配信しながら、このズームでね、えー、みんな、遠くの人は、えー、この画面を見ながら、えー、同時にですね、現地と、えー、遠隔のこのズームで、えーえー、講義をしていったという形になります。まあ、このように、まあ、特別講義っていうものもやってますので、えー、のあの、初学コースあの非常に、えー、豊かなあ内容になってると思います。 でですねえー、ここからがですね、えー、書の概要説明ということで、えー、進めていきたいと思います。でえー、自己紹介ですけれども、まあ、あの奈良教育大の、えー、書道科ですね、書法芸術専修というところを出ましてで、その後大学院に進みまして、えー、書道コース終了、まああ。奈良教育大学の書道関係のところに、まあ、6年間いたわけですね。 でその後と5年間、大学院の頃から私、高校の先生してたので非常勤ですけれどもで非常勤の書道の教員を5年ぐらいしながらですねで東京芸大の,あの先端芸術表現科というところを受験してたんですね。で、まあ、3年目ぐらいで合格しましてですね、えー でまあ、独学だったもんですからあの予備校とか行ってないですからなかなか何をどうしたらいいかって分からないところもありましたんでねえでも非常にあの勉強になったんですけどねその期間っていうのがねで、えーまあ、高校の先生しながら、えー、特技大の方を受けてて、えー、先端芸術表現科っていうところの大学院に進みましてで大学院2年間行った後にそのまま、えー、博士ですね、えー、博士課程の方に行きまして で、博士課程6年間いましたけれどもね。で、まあ、現在博士の美術ということでなってます。で、まあ、著書がこういうふうに数冊ありますので、まあ、大体この下の方のものっていうのは博士論文とかをですね、あと博士の時に制作してたものをまとめた内容になります。まあ、こういうこと、活動をしてきたという感じですね。で、書の、まあ、科目概要について、 次説明していきたいんですけれども、これ、書の科目概要って言ってますけども、がも共有するような形になってますので、あの書だけじゃなくてね、えー、がもこういう形なんだなというふうに理解していただけたらいいと思います。じゃあ、内容を見ていきますと、まあ、あのまあ、私はですね、あのこれ、えー、書のカリキュラム、書画コースの えー、書の方ででですすねね、えー、カリキュラム全部作ってきたんですよ、ね、でその書のお書学コース誌選択者の、まあ、ビジョンということで、まあえー、私はこれ、1本の、まあえー、カリキュラムって学習の段階だとか、えー、学習の計画のことを、まあ、カリキュラムっていうんですけども、まあ、それをですね、えー、1本の大きな木に見立ててるんですね。で木っていうと、まあ、根っこがあって、ですね、まあ、根っこがないとまずこの大きい木っていうのは成り立たないんですよね。根が で幹ががああって枝葉、芽があるんですよね最初は双葉のところから始まってでそれがさか,かつては葉っぱだったところが枝になってってそれが幹みたいになってどん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 大きくなっていくんですよねでまあ,あの小学校の、まあ、このカリキュラムではです、ねまあ、根っこの部分これ根っこがないと木が成り立たないわけですからね、まあ、根っこの部分は古典、まあ、歴史だとか そういう知的な学習っていうものに当ててます。知的理解を根っこの部分で。もう一つね、幹の部分。幹の部分も古典なんですけども、こっちはですね、えー、実技の学習ですね。処方だとか、えーまあ、技法の部分ですね。そういう基礎になる部分。まあ、そういうものを、まあ、古典ですね。これまでの歴史に培われてきた。まあ、そういう、まあ、美意識だとか、えー、造形だとか。 まあそういうところをまあ勉強しましょうということで、幹の部分に古典の実技の学習、技法ですね、に当ててると。で、今までこう、そこがこのピンク色になっているところですね、古典っていうところで、根、幹当ててるんですけど、そこからですね、枝だとか、葉っぱだとか、芽の部分があるんですよね。これをまあ私は表現性の学習ということで、作品作りですね、皆さん、え。ー まあそういうところの学習ということで勉強していくということで、えー、この部分、まあ、3番って番号つけてますけど、こういうところを設定しています。で、えーまあ、あのそれでですね、この,まあ、この古典、根っこの部分ですね、えー、その歴史だとか知的な学習のところでは、まあ、さっきもちょっとキーワードで、えー、ポロっと出てましたけど、TR 科目という科目を設定しています。 でこれはテキストレポート科目というんですけれども、まあ、教科書。まあ、教科書イコール、これえ、授業の内容にもなってるんですけれども、まあ、1年生から勉強するものですね。えレポート。で、これ、出すのはレポートです。レポート。実技の学習じゃないので、レポート。本を読んで、えレポートを書いてください。で、そのレポートの内容によって、え点数がついてえ、あと単位が習得できるっていう。 内容になってますねでこれが TR 科目というものです。テキストを読んで、レポートを出す。テキストレポート科目。でこれがあの科目としては、まあ、教科書としては、えー、書賀道言、えー、書画論、素材と表現、余白論というふうに4つ、えー、設定されていますで。次ですね、えー、この2番で設定しましたけども、古典の実技の学習ですね。えー、これを S, S 科目、スクーリング科目っていうふうに設定されています。でこれ、スクーリング科目って言ってますけれども、実際に学校に来なくても構いません。ええー、学校に来るような内容じゃないんですね、小学校の場合は。で、えー、ただ、えーまあえー、実際ですね、えー、時間帯を決めて、例えば、えー、例えばですよ、えー、5月の何日の土曜日に、 スクーリング科目、例えば点処方、点書法、霊書法の授業がスクーリング科目として設定されているという時に、あに、動画で、ですね、ズームを通してですねリアルタイムに、教員もその時間帯、例えば朝の9時半からスタートだとすると、9時半にみんなが集まって、そこでまあ講義だとか、公表だとか、まあ、そういうことをする、まあ、そういう科目になるんですね、それが S 科目。で皆ささんの場合はっっき言ってたあの AIU という学習のホームページみたいなものですね、サイト。あそこでね、事前にこの、例えばその点書法、霊書法を受けるんだったら、何日までにその教科書と動画を見て、えー、こう課題を出してくださいねというふうに、まあ、案内があるのでね、シラ,シラバスを見ると、そのように書かれてるので、じゃシラバスを見て、あ今回は春は、点書法、霊書法を取ろうかなという人は、えー、何月何日までに、えー、その、えー、科目を出して、 指定されたね課題を出して、で何月何日の、えー、そのスクーリング日っていうのがありますので、そこでね、えー、ズームを通して講義を受ける、えー、公表を受けるというふうにして、で最後、もっぺん、えー、中間個人公表というのがあって、みんなにねあのここ直してくださいとか、こうしましょうという添削が来るのでね、ね、えー、それを見て、最後、最終提出みたいな形でね作品出すと、それで OK もらうと。 単位がもらえるという流れになっているんですね。まあ、古典の学習、実技の方、まあ、スクールリング科目と、まあ、設定しているということですね。で、これが、ま、教科書で言うと、まあ、この黒い教科書、後で説明しますけれども、まあ、実技の課題、まあ、えー、この教科書を読んで、えー、また動画を見て、で、この、えー、転書法、霊書法だったらこういうことを、えー、お手本を見てこれ書きなさいと書いてくださいという風うに、あのー、示されてますから、それを提出するっていう。 いう内容ですねでこの S 科目と TR 科目のこの間にあるもの、えー、これがテキストワーク科目というものなんですね。これは、えーえー、さっきの S 科目は実技課題だけなんですよ。レポートをちょっと設定されているものもありますけれども、あのメインが実技なんですね。でこのテキストワーク科目というものはテキストを読んで、でも単位をもらうのは課題を出して実技のね。 えー、そういうもので単位もらいますよという科目なんですね。で、これ、えー、書の場合だったら、えー、書法1画法、えー、書法2なんですね。画の場合は画法1、画法2っていうふうになってますけどそれぞれまた教科書だとか、えー、動画とかがありますのでね、それを見て、えー、課題を出していくというふうになってます。で、もう一つね、さっきの,その表現性の学習、枝半面に当たるところですね、えー、みんなのの表現、えー、個人のね。 えー、古典のお勉,強じゃな勉強じゃなくて学習じゃなくって、えー、この自分の、ね、表現について今度はそれを血肉にしてね古典の学習を、えー、血と肉にしてそこから自分の表現について勉強する科目、まあ、同じスクリーリング科目なんですけど、まあ、そこではね、えー、書の場合伝統性の美術表現、えー、デザイン性の美術表現現代性の美術表現というふうに3つ設定してましてですねで、えー、これ教科書。 同じ教科書に見えますけれども、これ1と2がありましてね、表現性の学習の方は2の方の教科書になります。またちょっと後で触れますけれども、まあ、科目でいうと創作法だとか、書と絵画、デザイン、美術、まあ、卒業制作というふうにね、書と美術とかね、いろいろ書と何々シリーズ、こういうものが科目としてあるという感じですね。だからまあこれ、外観してみると、まあ下の方、あ、 そうですね、上の方から見ていくと、まあ、大体、えー、書が共通、えー、書を勉強する人も、がを勉強する人も、書がコースに入ったら、みんなね、勉強していくうっていうものが、この、えー、書が共通になるんですけれども、だいたい入学して1年目、2年目、えー、の人は、えー、こういうものを取っておきましょうということで、えー、紹介しています。 で、1年生だったら TR、えーまあ。1年生から2年生の間に取っとくのがいいですよね。だから3年次編入の人は最短で卒業しようと思うと2年間しかないんですね。えー、入学した年と卒業した年ですから。だから、えー、入学した年にだいたいここの初学、えー、共通1、2年っていうものを取っていくと。取れるんですよ。 3年生で入学したとしても、えー、こういうものを取っていくんでね、実質は1年生ということなんですからね、えー。だからこれを全部単位取っていって、で、卒業年の時に、えー、もしくは、えー、これ3年次の実技課題になってて、この下の方ね、えー、なってますけど、これ1年目で 3, 3年生で編入した人ですね、えー。いきなり1年目の入学した年に、書とデザインだとか、書と美術取ってる人もいますけれども、まあ、2年目でも取れるということですね。 大体こういう形になってます。で、上の方はみんな、初学コース、最終的にはね、初とがで先行で分かれるんですけれども、3年生から4年生のこのスクーリング科目、初とデザインだとか、初と美術っていうものは、初先行ですね、初を選んだ人だけが取れる科目になってます。これ取っちゃうと、もう、がの、 がの専攻科目っていうものがあるんですけれども、それは取れないのでね、えー、これ取るとき注意してください。まあそういう説明だとか案内もまた入学後ありますのでね、まああの、そこまで心配しなくていいと思いますけど、まあたいこういうふうに分かれてんだな、というふうに覚えておいてください。で、これ見ると、まあ1年生、 これ右側、青で書いた科目ですね、転書法だとか行書法だとか、総書法とか、この法ってついてるのは書法ですね、技法の勉強になりますので、学習になりますから、ですから、こういうものが1冊目の授業、科目で、教科書になります。書、伝統と現代、一というものですね。 で、次、表現の勉強ですね。学習になるものは、創作法、まあ、書と絵がいろいろありますけども、それは書、えー、伝統と現代2の教科書で扱ってますので、まあ、それぞれね、教科書2冊ありますし、内容が違いますので、えー、注意しておいてくださいと。2冊とも用意してくださいということになります。えー、書と画の人、画、えー、に進む人もね、えー、これ、えー、教科書、えー、まだ、えー、創作法とか、あの2年生の 書と絵画まではあの、がの専攻の人を取りますから、これ、えー、2冊目の教科書になってますけども、がの人も、ね、見ないといけませんので、えー、全員ね、購入しなければいけないという形になってます。で、教科書の内容、まあ、軽く触れていくと、まあえー、1の方だと、これ、点、えーえー、書法とかの教科書ですね、点書になってますけど、大体こういうふうにお手本があって、ででお手本がね、点書法、霊書法だと全部でね、50枚ぐらいお手本あるんですよ。 で、そのうち8枚を選んで、で、提出してくださいというふうになってますから、点書法、霊書法の場合はですよ。ですから、まあ、こういうもの、教科書を通して、お手本を見て、学習していくということになります。で、例えば、こっちはですね、2冊目の教科書ですけども、まあ、ちょっとデザインの方から選んできました。これ、まあ、参考例ですよね。 まあ私の作ったものとかですね、センスだとか、年賀状だとか、あとまあホテルの内装だとか、そういうものを仕事としてやったことがありますので、デザインということで延長してこういうものを上げてます。TR 科目だと、さっき言いましたように、書画道元から余白論まで、いろんな大学の先生ですとか、研究者の方にこれ、執筆していただいてますので。 えまたあこれを通してね、勉強していただけたらと思います。で、処方1はですね、まあ、あのこれ、教科書は読むんですよ。教科書は読むんですけれども、最終的には、えー、処方1だったら、えー、霊気比っていうね、あの霊書の課題を出して、それを出してもらうという形になっています。えー、1の方は、象、え、形、ー、文字だとか、古い文字ですね、文字の成り立ちの方、勉強します。 で、えー、書法2の方うは、まあ、書家っていう人が、ね、成立するのが漢の時代以降ぐらいになるんですね。えー、ですから、大体大義士だとか、えーまあ、大義士は漢の時代の人じゃないですけども、まあ、大義士だとか、それ以降の、ねえー、書家として名前が残ってる人たちのことをまあ勉強しながら、まあ、お手本としては、えー、大義士の書いた「修辞商業の序」というお手本がありますので、それを、ね、提出していただいて、えー、単位を取るという内容になっています。 で、スクーリング科目。まあ、さっき言ってた、えー、転法、霊処法ですけど、まあ、あ、講師の先生は、えー、河内俊治先生になりますね。また、あの、えー、諸学コースでね、えー、検索をかけていただきますと、あの、京都芸術大学諸学コースで検索をかけていただくと、えー、諸学コースのね、ホームページが出てきますので、まあ、河内先生のことだとか、えー、次に紹介する久イ子先生の、えー、 えことだとだか、まあ、いろいろな講師の先生の詳細とかは書いてますので、えそちらを、ね、確認していただけたらいいなと思います。で、えー、総書法、行書法、えー、これも1年生の、えー、授業になってますけれども、えー、担当いただくのが栗瀬子白樹先生、えー、あと桐生も、えー、担当してます。で、例えば行書法、総書法、えー、どういう内容か、まあ、お手本がこういうもの、これ、米仏、えー、のお手本ですけれども、これを書いた、書いたい。 学生はこう,いうふうに、ね、こういうふうに写真を撮って提出してくれるんですね。まあ、これを通して、えー、個人公表というもので、ですね、まあ、こういうふうに、まあ、これ、実際、活字に今はなってますけど、実際はあの、えー、肉筆でね、鉛筆で書いた内容になってますけども、まあ、こういうふうに、えー、添削がついてくるとで。それを直してきてくださいよということで、えー、直したものを次、また再提出して、えー、それで点数がつく、えーえー、単位がもらえると。 こういうい感じですねで2年生、えー、授業で解消法、創作法というものがありますけども、まあ、解消法だったら、この、えー、急請求霊鮮明というお手本があるんですけど、これをまあ学習して、えーえー、お手本の一、ね、つにありますので、これを出した人なんかは、まあ、こういう形で出してくれていると、写真ね。で、これをまあこういうふうに詞、えー、をつけて、えー、こういうことを注意しましょうというか、えー、形で示してます。 で、えー、書と絵画。書と絵画あまでは、えー、書の人も画の人もね、えー、共通して、えー、勉強します。えー、書と絵画あ。これはね、あの、1950年代に、あの、絵画とか美術の世界で抽象美だとか、抽象表現、抽、え、象、ー、芸術っていうものに興味があ移っててですね。で、そこで抽象絵画みたいなものが、あこう、 発展してくるんですよねでそこでその、まあ、動き流行にですね日本の書家の人たちも、まあ、従っていくというかこう乗っかっていくことになりまして、まあ、そこで絵画的な書道ですねそういうものが生まれてくるんですよ、まあ、そういうものを勉強しましょうということでそういう科目なんですねで例えばこれなんかは出されてるの えー学,えー、学生の、えー、提出例ですけどね、えー、これなんかは、あ一変したあ水を多分これ、水で濡らした上に字に書かれてる可能性があるんですけど、こういう雨っていう字ににじみを、ね、生かしたような作品作ってたりだとか、まあ、この方なんか牛乳パックをですね、えー、あのミ,キミキサーでかけて、ですね、えー、自分で紙の素材を用意して、ですねでこれ、自分で紙を作った。 おっっしゃってるんですねこれ結構大きいんですよ。半、え、節、ー、っていう紙のサイズですねあの。よく床の間にかかってる、えー、掛け軸の紙のサイズですね。あれがだいたい100、えー、130センチぐらいあるんですけど、130センチの半分ぐらいだって言ってますからね。えー、結構な、えー、165ぐらいあるんでしょうね、この縦で。えー、165センチぐらい、えー。ごめんなさい、65センチぐらいですから、結構大きい紙なんですよ。ここに甲骨分で山 ですね。こう、えー、三角が3つあるような、こう、とったね、と、えー、った、えー、三角みたいなのが3つこう並ぶと、山っていう字の,あの甲骨文字になるんですけども、まあ、それをモチーフにして、こういう作品書いたとかいうふうにして提出されてますね。えーまあ、そういうものがあると。で、これもね、えー、こちらも書とデザインですけど、これさっき言ってたみたいに、えー、書専攻のね、 私は3年生以降、書と画で分かれるので、書を選びますという人は、書とデザインが取れるんですね。でそこで、まあ、まあ、書のデザイン性をテーマに、そこでの美的表現について考えながら、デザインということをテーマに表現していくという学習ですけども、まあ、これその中に1つあるのが、天国ですよね、天国の授業。で、まあ こういうふうにですね、ここでは生命院とか作りますから、これ動画の一部ですよね、こういうふうに、天国の制作方法とか、教科書も含めてね、書いてありますので、また勉強していただくという形になります。学習していただくという形になりますね。で、3年生、書と美術になりますと、ここ、伝統とデザインと現代に分かれてますけど、まあ、伝統というものは、あの、 これ三つね、えー、書と美術だけれども、あのー、三つのね、領域に分けて勉強していきます。で、それぞれね、各自が、私は、だっていろんな人いますからね、え小、ー、学校ースの、入ってくる人、で、小専攻する人ね。だから、伝統的な表現で、勉、あの、学習を進めたい、単位を取りたいという人は、例えばね、えー、日展にあるような、えー、そういう作品を作っていくという感じですね。えー、そこを、 で提出していただいてもいいですし、さっきのね書とデザインでも、えー、学習進んでますから、そういうものに立脚した作品で、デザインを中心にした表現で単葉と言ったいという人は、これを選択していただいてもいいと。で、現代、これは現代美術と、まあ、書というもので関係させた学習になる、あのえー、領域になるんですけども、そこは、ね、もう立体だとか平面だとか、もう空間ですね、えー、展示空間とか、もう映像だとか。 どういう表現でもいいですよということで、逆に言うと日展とかで展示されてないようなね、そういう作風の人が、ここの現代というものを選んで、そこで作品を出して提出していいと。だから、書と美術という科目は、伝統、デザイン、現代の中から、自分が興味のあるもの、もしくはこういうところを深めていきたいというところを、3つのうちから1つ選択をして、 でそこで、えー、作品を作ってで、えー、単位を取っていくという内容になります。で例えば、これ、書と、えー、美術の学生の作品例ですけども、えー、この方はね、えー、書とデザイン、えー、デザイン性のね、領域と、えー、いうものを選んで、えー、されてあの表現されたと。で、書と絵画の時に、牧章って言ってね、えー、もう文字も書かない、墨の文様とか形ですね。 そういうものも勉強しますので、それをまあこう背景に置いた作品を作られて、これは枕カバーとかクッションですよね、あクッションですよね、枕カバーじゃない、クッションですよね、まあ、こういうものを作られてたりだとか、あとこれ、女性なのでね、これ、ワンピースの服,服ですよね、まあ、こういうものを描いて作品で出されてたりだとか、まあ、これかご、かごなんですけどね、これか、か 自分でね、紙を貼るところからして、で、穴開けて、これ、紐を通されてるんですよ、ご自身で。で、ここでも、その、えー、こう牧章って言うんですけど、墨の形と書いて、えー、象文字の章で、えー、形って言うんですけど、えー、読むんですけどね、えー、墨の形、牧章っていうもので、えー、こう表現されてるということですね。まあ、あの、証券文字も後ろにちょっと文字がいろいろ入ってるんですけどね、えー、書と、牧章、こういうものを絡めさせて、えー、 書と美術っていう作品ですね。そこでの課題として作品出されてる。だから割と自由ですよね。いろんなことされてるということです。好きにやっていいということですね。だから小学ース最後、まあその卒業制作は、卒業制作もね、伝統性、デザイン性、現代性、三つね、選択して、自分がね、 どこで進みたいのか、どこで課題を出したいのか、えー、卒業制作で作品を作りたいのか、まあ、そういうものを選択して出せる、非常に、ね、幅の広いあの選択肢のあるあのコース、えー、またか、えー、科目になってますし、えー、なってますのでね、えー、いろんな方が学習できる内容になっていると思います。 そしたらですね、えー、ここで、えー、書のおところは終わりまして、ですね、塩、えー、見先生にこれから変わりますので、えー、ちょっと画面共有、会えますので、お待ちください。はい、一り先生、ありがとうございました。そしたらここからあ水墨画の方のお概要を説明したいと思います。 はいえー、それでは水墨画の概要の説明の方を進めていきたいと思います。えー、まずはですね簡単に自己紹介の方を進めたいと思います。えー、私はですね、えー、実は初めから水墨画を学んだということではなくて、えー、実はですね中国文学、中国哲学をまず学びました。そこからまあ中国に興味を持ち、書、え、画、ーまあの世界に魅了されたということなんですけども、 私は中日本のです、ね、大学を卒業した後に中国に渡ります。えー、中国美術学院というのがあ中国浙江省の杭州、圭州というところにあるんですけども、まあ、そこで、えー、一から水墨画を学ぼうと思いました。ですからです、ね、中国に渡ってもう一度お学部から受験しまして、えー、最終的にはこう修士課程終、えー、了まで、えー、中国で留学していたということです。 でですすからですね、まあ、10年近く中国にいましたので、うんまあ、その中でいろいろ学ぶ中でやっぱり水墨画を現地で学ぶことができたことがですね、まあ、帰国後そして現在に至るまで水墨画の私の基礎になっていますしまだまだこう探求するところまだまだ不思議なところまだまだ分からないことがたくさんあるなということを感じながらあー何かこの書画と。 とといいいいうううもものをもっっ表現したいなというふうに思っていますそして一つだけ説明すると2022年にはですねちょうどこう国際仏教学検討会というのがありましてそこで少し「合政接舟と天道寺」という少し文章を発表しまして、まあ、久しぶりにここは中国語であの発表しましたんで。 えー、少し緊張しましたけど、なんとかうまくう、発表することができてよかったなと思いますし、これもまあ留学してよかったことかなと。お日本にいても中国のそういう方からお話をいただいて、えー、自分の考えを発表できるというのはすごく嬉しいことだと思います。はい。そしたら、あ水墨画、科目概要ということですけども、おまあ、水墨画は非常にこう、悠久の歴史の中で、 えー、大切にされてきたのがさまざまな心の在り方をどのように表現するかということが、まあ、それぞれの時代によって違いはありますけども、まあ、共通する部分なのかなというふうに思います。ですからあー表現というのは一つにですね固執するのではなくて、えー、表現の幅をいろいろ広げながら体系的にやはり学ぶということが大切なのかなと思います。 その体系的ということを学ぶにはこの初学コースの水墨画も非常にこうカリキュラムをうまくですね組み合わせながら進めてますのでそのあたりを理解していただきたいなと思います。それで学びのステップということなんですけども水墨画に関しては基礎応用発展というのをもしこんなふうに分けたとするならばまずは水墨画の知識 それから技法というものを学んでいただくということから始めます。当然水墨画ではですねいろんな何々技法何々技法というのがあってですね非常にこう古典というのを重視するんですけどもそれだけ学んでも水墨画のこう表現の幅というのは広がりません。それと並行していろいろな知識であったり理論であったり。 そういうことをこう並行して学ぶことが非常に重要かなと思いますので、基礎の時点で、えー、そういう知識と技法、両面で学ぶということを進めていただきたいと思っています。そして応用はですね、伝統というものを当然ですね、継続しながら学んでいただきます。でもそれだけで4年間卒業まで終わるのではなくて、じゃあ私たちが今生きている私たちが、水墨画で何を表現できるのかということを考えていま そして、表現していく、そして自分なりの表現を少しずつ広げるということを、この応用というところで試していただきたいと思っています。そして、発展の部分では、今度はもっと広い視野でですね、じゃあ東洋の書画芸術だけじゃなくて、じゃあ西洋の考え方はどうだ、それからいろんなこう哲学的な考え方はどうだ、それから 今のこう生活もそう、それからいろんなこう世界の歴史もそう、そういう,こう広い視野の中で自分の独自の水墨画表現を探求するということですね。ここに非常にこう自由さがあるんじゃないかなと思います。ですね。だから、一つ、東洋というのに固執するんじゃなくて、もっといろんな知識を学び、吸収しながら自分の表現を探求すると。そこにやっぱり楽しみがあるんじゃないかなというふうに思います。 えー、そして水墨を学ぶ3つの3本の柱というのがあります。1つはあ上にあります,です、ね、模写ということです。模写ということは古典を学ぶんですけども、手本があるわけですね。その手本から学ぶ。手本から何を学ぶか、えー、当然、墨、木砲、それから筆法ですね、筆の方法、それから空間の構成、まあ、いろんな要素があるんですけども、それを手本から学ぶということ 数千年の歴史がありますんで、歴史にはいろんなこう名品が残っています。それを手本を通して学んでいただくということが、三本柱の一つ目。二つ目はですね、左側の写生ということです。何かというとお、昔の作品を写すだけじゃなくて、今度は自然に目を向けるということですね。自然に目を向けて、そこから学び取るということは非常に重要です。自然というのは動きます。 そして季節によっても変化します。それをどんなふうに自分の心の中で受け止めるかということも、非常にこの水墨画では重要なことになります。そしてもう一つが、3つ目の創作になります。模写、写生、それから今度は自分の心境を表現しようということを試みるということですね。ですからこの 3つのこう三位一体の関係が一つでもなくなってしまうと、やはり表現というのは単調になってしまうわけです。これをまあバランスよく学んでいただいて、そこから何か新たなものを作り出すことができれば、非常にこう骨格となる部分がしっかりとしますので、えー、そういう意味ではこの三本柱というのを大切にします。 そして水墨画の TW 科目ですね。テキストワーク科目ということですけども、テキストで学習していただいて課題を提出するということなんですけども、水墨画では古典作品を臨写するという、これは模写のことですけども、臨写を通して、まあ、その画題の特性ですね。特徴的なところとか、筆使い、墨使いの基本を学んでいただくということです。それでまず取り組んでいただくのは画法一と。 ね、一年次に取り組んでいただくのは、まずは牧畜、竹を表現していただく。まあ、水墨画をそんなに専門的に学んでない方も、ああ、なんか竹っていうのはなんか水墨画の基本らしいよねっていうのは知ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。えー、その通りでして、まあ、竹を表現することで筆使いを学びますし、えー、墨使いを学びます。それから線の強弱も学べます、ね。それから強いところ、弱いところ。 もう学べますですから、竹というこの結構直線的なですね線の活用方法を学んでいただくことで、まずは、えー、第一段階として、えー、水墨画の基礎を学んでいただけるんじゃないかなと思います。それで竹の特性、それから筆使い、墨使いですよね。で、画面構成。そして4番目、これ大事ですね。水墨画で、えー、このですね、 学んでいただくとき、反復して臨射する意義ということです。一枚書いて、はい、できましたではなくて、何枚も何枚も練習するということが水墨画の学習では重要になってきます。あの、その方法もお、この画法1で学んでいただくということですね。これはですね、テキストだけではなくて、導入動画、動画でも見ていただけるんで、あ、どういうふうに書いたらいいのかなというのも、ちゃんとおサポートしていますので、そのあたりは安心していただけるかなと思います。 そして次、2年次では画法にということで、まあ、水墨画にはいろんな画題がある中で、重要になってくるのが、山水画、花鳥画っていうのは非常に代表的な画題なんですね。でそれをこう臨写したことがないということになると、やはり水墨画を体系的に学ぶことにはならないので、それでここの画法に2年次で山水画と花鳥画を学んでいただくということですね。課題に、まあ、あの出てくるんですけども。 そして、この写真にもあるように、上は算数が書いてますし、下は課長画ですけれども、これも導入後動画の部分を切り取ったところですね。だから、こんなふうにして、実際にどういうふうに臨車、模写を進めたらいいのかなというのを、実際に動画で見ていただくので、皆さんが初めての方もですね、学びやすいんじゃないかなというふうに思います。 続いては、この TW 科目ともう一つは S 科目、スクリーニング科目ということですけれども、こちらはですね、えー、動画を視聴していただいて課題停止ということですけれども、初、まあ、めの全体説明の中でもお話ししましたので、まあ、簡単に言いますけれども、まずは導入講義、動画です、ね、を見ていただく、その中には座学という理論的な講義もありますし、実演動画です、ね、も入っています。 それを見ていただいて、初回提出、そして全体の中間公表、そして最終の課題提出へと進むということですね。これが手話コースの独特なスクーリングの進め方ということになります。でね、この2回提出するというのは非常に意義があって、なんか2回も提出するの大変そうだなと思う方もいらっしゃると思うんですけども、大事なのは1回目で修正点を見つけるということ。 そして見つかれば最終定数には必ずこう作品がこうブラッシュアップされるんですよね。えー、そこがこう重要なとこかなというふうに思っています。はい、そして数目が S 科目、上からずらーっと並んでますけども、すべて、ね、この時間で説明することできませんので、この青色の部分を少し簡単に説明していただいて、まあ、どんな科目があるのかな、スクリーリングがあるのかなというのを見ていただきたいと思います。 はい、まずは書画2の2、素材と表現ということで、紙と墨の特性という科目がありますけれども、まあ、これはですね、えー、水墨画というのは昔からこう濃淡の表現が非常にこう特徴的だということですし、皆さんもよく知っていただいていると思うんですけれども、じゃあ、濃淡っていうのは、水をつけて墨をつけて、紙に描けば、だいたい濃淡なんて誰でも出せるんですよ。でも大事なのは、その濃淡を自分の中で制御できるか。 そして、ただ単に偶然性に任せて、ですに、ね、じみました、濃淡ができましたじゃなくて、自分が表現したい濃淡をどんなふうに表現できるかということがあ非常に重要になってくると思いますので、ここの素材と表現で,では、いろんな紙とか墨の特性を理解して、いろいろそれをこう試しながらですね、まあ、各自が思い描く濃淡、潤滑という関係を学んでいただくと。画題としては、あの生の花ですね。 花を皆さんに用意していただいて、それを水墨画でスケッチするという、写生するという、水墨写生するという科目になっています。ですから、ここにも皆さんの個性が生まれますよね。どんな花を選ぶのかというのもそうですし、季節的にどんな花が好きなのかというのもありますし、そういうところをこう自由に組み合わせながら表現していただくということです。えー、次に、画校と創作というのがありますけれども。 まあ水墨画っていうのは何かこう即興的にパーッと気持ちのままに表現すれば水墨画できますよみたいなイメージがあるかもしれないんですけどもまあ小さい作品ならそれでいいんですけどもじゃあ少し大きい作品じゃあ画を専攻されて卒業制作では少しね今まで描いたような大きな紙に描いてみたいという時にただ単に即興的に表現してもうまくいかないんですよね。 はい、この写真にもあるように、左側、鉛筆でこう少しこう下書きみたいなんですね画工を作って、それを見ながら、右側、水墨画で制作しているということですね。ですから、ここの科目では、画工ということと創作ということをどんなふうにそのプロセスを踏みながら勉強するのかということを学んでいただく。で課,題課題としてはです、ね、身近なです、ね、風景。 を台座にしていただくということですね。そして、まずはスケッチブックで鉛筆で写生を行って、それを使って制作すると。水墨画を制作するということです。これもちゃんとですね、導入動画がありますので、こちらを見ていただくと、どんなふうに進めるのかということもしっかりと理解していただけると思います。で、もう一つ、書が4の2古典表現ということで、 え水墨画には山水画、花鳥画、人物画というのがあ一番代表する画題にあると思うんですけども、まあ、古典表現というとですね、あのまあ、まずはこう制約があるじゃないですか、まあ、自由に何かを表現するというよりも古典ということなんで、昔からよく使われる画題というのがあるんですね。で、それを今の私たちがどんなふうに理解して、それをどんなふうに組み合わせるかということを試していただくのが。 この古典表現です。ですから、写すということではなくて、ある資料とある資料を持ってきて、それを一つの画面に自分で組み合わせて構成しながら、新たな作品を作り出すということですね。ですから、ここにも書いてありますように、独自の解釈を加える力ということです。はい。これを勉強していただくということです。えー、課題としては、まあ、3つの。 ですね、山水画、花中画、人物画とありますけれども、それをただ写すんじゃなくて、じゃあ、人物とちょっとか山水画を組み合わせてみようかなというこう自分で選び、組み合わせることを楽しむということが、この古典表現の、えー、内容となっています。はい、次にですね、えー、この書が5-4、水墨表現と現代性となると、 ここになるとですね、もうすでに、え画、ー、の方をですね、先行したという方だけが受けられる授業になります。これはですね、えー、ただ水墨画をですね、伝統ということで終わらすのではなくて、まあ、これまで学んできたいろんな水墨画とか知識や技法があるわけですけども、それをさらにですね、自分の中で どういう形式にするか、どういう素材にするか、どういう表現にするかというのを考えながら水墨画の制作を進めていくということです。えー、ここではまあ現代性というのが少し重要になってきますので、まあ、昔の方が表現されたことをそのままあ取り入れるのではなくて、えー、例えばこう現代的なリズムであったりですね、空間であったり、表現方法であったりということを重視しますので、ここに書いているように、例えば挿絵とか、 絵本とか、そういうのを例えば小さな作品でシリーズ化するという、そういうことも水墨画の表現と現代性では試していただきたいと思います。もう一つは抽象表現というのがありますけれども、これはちょっとこの時間では説明しきれませんので、省略したいと思います。そして卒業制作に向かうわけですけれども、卒業制作では当然ですね、これまで学んできたことをですね、 表現の中に組み込みながら集大成としていろんなこう可能性を探求しながら表現していただくんですけどもあまりですね卒業政策ということでなんか緊張してなんかガチガチになって新しいものを作り出さないとということではなくてこれまで勉強したことをまずはもう一度整理するということが大事ということですそして卒業政策1卒業政策2というのがありますけどもここに12とあります抽象表現の連作 絵本、差し絵をシリーズ化するというふうにありますけれども、えー、ここではですね、まあ、どちらか一つを選択していただくんですけれども、抽、え、象、ー、表現ってどうするの絵本、差し絵、えー、どうやってやるのわからない方がいらっしゃるようですけれどもあの、安心してください、この卒業制作1に臨む前に、ちゃんとですね、えー、書画の5の3、5の4という中で、この内容を一度皆さんに履修していただいてます。 ですから、その時点で一回経験があるわけですよ。だから経験があれば、この卒業生1にね、えー、向かうときにも、ああ、一度やったことだけど、そこから自分はどんな表現がさらにできるかなということを考えていただくということなんで、ちゃんとこう、流れが卒業生までつながってますので、えー、そのあたりは安心していただきたいということです。そして、卒業制作2では、今度は古典表現、現代表現ということで、まあ、少し大きい紙とか。 挑戦したいと、せっかく卒業制作するんだからという方は、まあ、自由に選んで,です、ね、表現していただく。で基本的にはまあ古典的な表現がしたい、現代的な表現がしたいというふうに選択、分かれていただきますけども、まあ、3最大 2, 2枚ぐらいまで,です、ね、表現していただく、例えば古典を2枚表現したいとか、古典と現代を表現したいとか、現代と現代を2枚表現したい、1枚ずつです、ね、表現したいという方もいらっしゃると思う。 ますのでその辺はこは臨機応変に表現したいものというのを選んでいただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、具体的にはこんな形ですね、例えば左から山水画、課長画、人物画、こんな表現もありますし、はいね、こんな表現もありますね、山水画、それから課長が縦長の課長画ですね、こんなのもも面白いと思います。 そして、抽、え、象、ー、表現では、あこんなふうにですね、えー、必ずしも具体的に何かを表現するんじゃなくて、えー、画面全体のリズムとか、あよく使うのはこう、墨のインリ率と言います。墨と墨が混ざり合う中で、えー、独特なリズムが生まれる。えー、さらにはこうこ、この2枚は、ね、モノクロの墨だけですけど、これに色を入れるということも当然可能です。 そして、えー、こちらが小作品ですよね。えー、水墨画の小作品。えー、これをシリーズ化するということですね。そういう作品も面白いんじゃないかなと思います。まあ、右の作品だと人物と鳥がまあ肩に止まっているんですけども、これも私が制作したこう10枚綴りぐらいの小作品なんですけども、まあ、人物と鳥というのをイメージしてずっと連作すると。そうすると、何かこう古典作品だけにはない私たちの今のなんか生活とか、 なんか今の感覚みたいなのが画面に表現できるんじゃないかなと思いますんで、こういうところも楽しんでいただけると思います。はい。それで、えー、水墨画を私は、これからの皆さんの生活にぜひ取り入れていただきたいなと思っています。どういうことかというと、まあ、水墨画を通して、当然自分を見つめる時間が作れるわけですよね。当然、時には難しいなと思うこともありますけども、それをこう少しずつ乗り越え、えー、そしてこう継続する中で、 何かか新しいものは見つかるはずですそして2つ目は、ね、水墨がまた大きいところで言えば書画を通して多くの仲間ができるはずです。ね、自分で1人だけでやるんではなくて、えー、多くの仲間とコミュニケーションを広げながら書画、まあの楽しさを語り合いそれから、ね、一緒にこう展覧会をするなんていうことができればあいいんじゃないかなと思います。そして、まあ、この書 水墨も含めて、まあ、これって東洋の英知、東洋での中で非常にこう長い歴史の中で継承されてきた、非常に重要な考え方だと思いますので、それを知ってで、これからの皆さんの生活をぜひです、ね、豊かにしていただきたいなというふうに思います。はい、そしたら、ここからです、ね、少しこうよくある質問ということで、これまで皆さん質問いただいた中で、 え少しこう回答した内容がありますので、えー、ご覧いただきたいと思います。書や水墨画の経験がないのですが、やっていけるでしょうかという質問に対して、えー、未経験の方を前提としたカリキュラムですので、心配いりません。書や水墨画が好きで学びたいという気持ちが何よりも大切ですということですね。はい、そして、本当に一度も大学に通,通学する必要がないのですが、これもよくある質問ですね。はい この回答としては必要ありません。入学から卒業まで、すべてオンラインで学習していただきます。質問や学習に関わる相談もメールを通してオンライン上で可能です。でもです、ね、このオンラインでてこて完了というだけではなくて、下にありますように、なお必修ではありませんが、総合教育科目、学部共通専門教育科目というのがありまして、 これはですね、実際に大学のキャンパスで開校するスクーリングですので、まあ、それも受講することができますし、それも,もう単位認定ということになります。次に、書か水墨画、どちらか一方だけを学ぶことは可能でしょうかということですね。これ、書画コースの特徴ですので、よくある質問です。これに関しては、本コースでは墨文化を中心とする書と水墨画を同時に学ぶことで、 表現の幅を広げることをコンセプトとしています。ただし、3年次選択科目と卒業政策は、書・水墨画のいずれかを選択して取り組んでいただけるということになっています。本日はお忙しい中、参加していただきありがとうございました。えー、少しでもですね、諸科コースの魅力が伝わったんじゃないかなと思います。ぜひですね、3月、4月とですね、あたがくなりますので、 またご入学を検討していただいて、また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ僕からも挨拶しておきましょうか。はい、どうも今日はありがとうございました。説明会。春からねまた皆さん会いましょうね。よろしくお願いします。